ウィリアム・ニコルソンウィリアム・ニコルソンはイギリスの科学者、著述家である。自然哲学や科学の分野で多くの著作を行った。水の電気分解の最初の成功者の一人である。フランスの科学の文献を翻訳し、イギリスに紹介した。ロンドンで生まれた。ヨークシャーで学んだ後、イギリス東インド会社の船員となり、二度の航海を行った。 1775年に陶器メーカー、ウェッジウッド社の創業者、ジョサイア・ウェッジウッドと知り合い、数年間、アムステルダムで陶器売買の代理人として働いた。イギリスに戻った後、作家のトーマス・ホルクラフトに文才を認められ、雑誌への寄稿を進められ、著述の世界に入り、1781年に、アン・イントロダクション2、ナチュラル・フィロソフィーを出版して成功し、 続いて、ボルテールのニュートン哲学の基礎の翻訳を行い、科学の分野の著述家として地位を固めた。1784年にウェジウッドの推薦でイギリス産業会議所の事務局長に任命されるなど産業界と交流し、機械の製作や比重計などの発明にも貢献した。1789年に王立協会のフィロソフィカルトランザクションズに 電気科学に関する2編の論文を寄稿し、同じ年最後のフロギストン説の信奉者の一人、リチャード・カー・ワンとの論争に参加し、フランスの学者たちの反論を翻訳した。1797年に、雑誌、Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts を創刊し、記事の執筆を行った。この雑誌は、 イギリスの最初期の月間の科学技術の学術誌で1814年まで刊行された。この雑誌には航空分野の先駆者、ジョージ・ケイリーの最初の空気力学の論文も掲載された。1799年にトーマス・ピット教から資金を得てロンドンに学校を作り、科学と自然哲学を教えた。1800年にボルタ電池を使って、 アンソニー・カーライルと水の電気分解に成功した。当時創立されたばかりの王立研究所の科学、研究員に任命されたが、ニコルソンの興味はすぐに、別のことに興味を移した。アントワーヌ・フルクロワや、ジャン・アントワーヌ・シャプタルなどの科学の著作を翻訳し、百科事典、ブリティッシュ・エンサイクロペディア、オア・ディクショナリー・オブ・アーツ・アンド・サイエンシズ6巻を、編集した。ありがとうございます。